あんただったの。後ろから急に声かけないで、驚いたじゃない。それは、そういえばあんたはこの前勝手に見たんだっけ。なら今更か。実はこの映画を見ようと思ってたんだ。本当はライアンと一緒に見る予定だったんだけど、来られなくなっちゃったから一人で来たの。けど思ったより子供ばっかりで、私浮いてないってなんか気まずくてさ。川上がプリファイ映画は大人と子供半々だって言うから、これもそうだと思ってたのに、圧倒的に子供の方が多いし、学生なんてほとんどいなくて、私絶対目立つじゃん。また今度ライアンが来られる時にしようかな。でも入場特典って確か数に限りがあるんだよね。後日だとなくなってるかも。え？でも見たい映画があって来たんじゃないの？あんたベジキャロリンなんて1ミリも興味ないでしょ。何それ、つまらなくても責任取らないからね。勝手にすれば。ただいまより2番スクリーンで上映の劇場版ベジキャロリン無人島夏休みの入場を開始いたします。あ、入場始まった。じゃあ行こ、トレーナー。いいの？ありがとう。2回目見てもう1枚もらおうと思ってたんだけど、トレーナーのシールは白だったんだ。なら私の方も好きな色じゃないとかわいそうだよね。そうなんだけどさ、色が違うなら好きな色の方がいいでしょ。特に小さい子って色にすごくこだわらない？色の取り合いで喧嘩になるって親も話してた。私はあまりしてない。そういう時はライアンがうまく振り分け直してくれたから。って私の話はどうでもよくて、私のシール緑に交換できないかな。係の人に頼んで。すみません、シールの色はお選びいただけないんです。交換もできないことになっておりまして、申し訳ございません。変えられないって、これで我慢しようね。ほらキャロリンのシールもあるじゃない。やだ、緑いらない。え、赤だけど。あ、そっか、あの子のシール緑って言ってたね。でもあの子が赤が欲しいとは限らないでしょ。本当に交換してきたし、どうしてあの子が欲しがってる色が赤だって分かったの？なるほど、トレーナーならそれくらいの観察眼は持ってて当然ね。ところでさっき交換を持ちかけたからさ、あんたベジキャロリンの恋ファンだと思われてるんじゃない？私より全然目立っちゃったね。映画意外と面白かったね。昔はいなかったキャラがメインで活躍してて驚いたけど、あの子たちが話してたのってあのキャラだったんだ。私、年の離れた
妹と弟がいるの。妹も弟もベジキャロリンが大好きみたいで、ちゃんと内容を知りたくて映画を見ようと思ったんだ。うん、2人の好きな色を揃えられてよかった。私一人だったら他のお客さんと交換なんてできなかったよ。その一緒に来てくれて助かった。気づいたら周りの目のことなんてすっかり忘れてた。あんなに気になってたのにさ。心強かったっていうか、まあそういうこと。